続きまして、中堅中小建設企業部門ニックスジャパン株式会社様、お願いいたします。はい、ニックスジャパンの海外事業統括をしております吉尾でございます。本日はこのような大変名誉ある賞をいただきまして誠にありがとうございます。それでは弊社におけるインドネシアにおける自社水力発電事業開発の取り組みを発表させていただきます。まずニックスグループの概要としましては、弊社は富山県に本社があります建設コンサルタントでございます。ただ設計測量だけではなく、国内では太陽光発電所を1箇所、小水力発電所を3箇所、計4箇所の自社発電所を保有をしております。その経験を生かし、現在インドネシアではエネルギー海外事業としまして2箇所の水力発電事業、また日系の工場様を対象としました屋根置きの太陽光事業、また電動バイクのレンタル販売事業、そして直近ではプロパンガスの充填販売事業、こういったエネルギー事業にも取り組みを行っております。水力発電事業の概要ですけれども、こちら発電出力が6200キロワット、発電所の延長がですね約 3.5 キロの流れ込み式の発電所になっております。水車は横軸フランシスの水車2台を導入をしております。本プロジェクトは 75% 株式をですねニックスグループの方が所有いたしまして、マジョリティの立場で開発建設運営を行っております。年間発電量はインドネシア一般家庭約4万6千世帯分に相当します 38.7 ギガワットアワーでございまして、コロナ禍ではありましたが約3年半の工期を経て昨年11月に稼働しております。発電も想定の発電量を大きく今現在上回っております。トンガルの水力発電所はスマトラ島パダンにありまして、工事中には約直下型のマグニチュード 6.2 の地震も発生しましたが、発電所の構造物には大きな損傷はありませんでした。ただ発電所周辺地域の公共インフラにやはり甚大な被害がありましたので、工期を約3ヶ月中断をしまして、地元の工事用重機を提供したり人員を投入することで災害復旧にも対応いたしました。この本プロジェクトはビームシムの技術を最大限活用しておりまして、 3D のほか 3D に設備投入の人員重機等管理情報を付加した 4D モデルも十分に活用しております。またインドネシアの山奥の自社事業の工事になりますので、インドネシアの現地法人から2名インドネシアのエンジニアを常駐させまして、またドローンでの定点観測等日本と変わらないような質の高い施工管理を実施いたしました。こちら 3D モデルになります。こちらは施工前にしっかりこういったものを作成することで施工会社と難工事の箇所の確認をしたりですとか、プロジェクトのイメージというものを可視化をすることで工事にスムーズに工事に入ることができました。また工事中も 4D モデルを活用することで構造物に干渉がないか、またスケジュールに遅延がないか、投入リソース、また材料のボリューム、こういったものに差異がないか、こういったものを確認しながら工事を進めてまいりました。またこのビムシムにおきましては、本業の建設コンサルタント、日本ではこの調査設計段階までしかビムシムを活用しないことから、なかなかその効果というものが測りにくかったんですけれども、このインドネシアのプロジェクトでは可能性調査設計に加え施工、現在ではこの運営までこのビムシムを活用しておりますので、やはりこのビムシムがプロジェクト全体を通して投入されることで、その効果が絶大であるということを改めて認識いたしました。今後本業の日本のビームシムの活用にも生かしていきたいというふうに考えております。最後に金融ファイナンスのところにつきましても、当事業におきましては日本の政府系地域金融機関から低利の資金調達を行いまして、また JCM の環境の補助金、こういったものもいただくことになりました。こちらで収益の改善というものも可能になりましたし、また日本インドネシア両国のカーボンニュートラルの達成というものにも一部貢献できたというふうに思っております。また技術力
実現性、こういったものが評価をされまして、インドネシアの国営開発銀行からプロジェクトベースのファイナンスというものも融資をいただくことができました。最後になりますが、ニックスグループでは現在もう一つ13メガワットの水力発電所をインドネシアで開発中でございます。こちらを機に日本の技術輸出をさらに拡大をしまして、また自社事業としてこういったプロジェクトを行うことで、日本の建設コンサルタントの新しいビジネスモデルを確立に挑戦をしていきたいというふうに思います。本日はご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご登壇ください。